日本でもステルス戦闘機 F-35A の導入が進み、出雲護衛艦の改修工事も終わりを迎える。そんな中、F-3 戦闘機開発も同時に。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった出雲、時代の流れで最も必要としている戦略がある。それがデータリンクだ。今回、F-2 次期戦闘機開発費がどれだけかかるのかを詳しく見ていきますね。現在分かっているのは1兆4000億円ほどの見積もり額が出ているが、それでも開発費は安いような。最新鋭戦闘機を国産で補うなら、これくらいは当然の開発費だろう。各部の部品類は揃っているのだが、トータルバランスで日本の弱さが現在出てきていますね。しかし、日本政府は本気で開発を急ピッチで進めています。あと5年後、中国がどのようになっているのか。それに、台湾など香港のようにならないように圧力をかける必要が出ています。中国とロシアは常任理事国なのにやることがはちゃめちゃ。航空自衛隊の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発に関して、一部では開発費用が 1.4 兆円もの高額になっていると、その金額をもって非常に由々しき問題かのように言い募る論調が見受けられている。これまでも次期戦闘機開発の費用に関しては概算で2兆円とも報じられたこともあり、現在見込まれている約90機の生産数ならば総額は5兆円規模になるとの予測もあるため、今更な感は拭えない。確かに、現行の F2 戦闘機の開発にあたっての費用が、総額でも約3300億円程度であったことと比較すれば、次期戦闘機の開発費が、格段に高騰しているように見え、批判の矛先が向けられるのもわからなくはない。しかし、F2 戦闘機は、あくまでも、アメリカの F-16 戦闘機という、機体を元にしており、大幅な拡充が施され、中身にはかなり手が加えられているとはいえ、かつての第4世代機の時代の出の金額だ。レーダー等の電子機器類の強化で、F2 戦闘機は一応半歩進んだ第 4.5 世代機に分類される機体とはなったが、次期戦闘機は機体そのもののステルス性能や友軍とのデータリンク等々必須要件は増加している。加えて、無人機の完成などの高度な仕様が要求されることを鑑みれば、第6世代戦闘機として、次世代戦闘機の開発費が高騰してしまうことは、ある意味避けようのない事態であると言っても良いだろう。元来、現行の F2 戦闘機を開発した理由も、四方を海に囲まれている日本では、どうしても、敵艦艇の接近を阻止するため、空対艦ミサイルの運用が必要であり、その必然性に迫られてのことだった。最新鋭機である F-35 ライトニング 2A 型を102機、B 型を42機の合計147機の調達を航空自衛隊では進めているが、これらが F-2 戦闘機が現在担っている空対艦ミサイル運用を代替できるわけではない。さらに現行で保有している F-15J イーグルの一部98機に近代化改装を施し、アメリカ製の AGM-158C、ルラスム空対艦ミサイルを搭載可能とする計画も、初期費用だけで、想定の3倍の費用となり、実現は困難と見られている。こうした現状では、やはり、自国の要求に合わせた仕様変更が、後々でも行える国産の戦闘機を志向することは、日本の防衛を預かる防衛省としては、決して譲れない部分なので、ではないかと思える。そもそも、費用面という点で言えば、現在の F-35 ライトニング 2A 型、B 型の調達価格も、1機あたりの平均で130億円弱となっているが、一部マスコミ等は、アメリカの圧力に押された、いい値だと、非難していた。さらに、F-15J イーグルが調達された際にも、本国であるアメリカ以外で、この高価な戦闘機を調達しているのは、オイルマネーに物を言わせた、サウジアラビアと日本くらいだと昔も揶揄されてきた。
しかし、予想以上の速度で進行した中国の経済的な発展は、それに比例した軍事力の拡大にもつながり、世界の第4世代戦闘機で、最高の星空戦闘能力を誇る F-15J イーグルを調達していなければ、日本の防空は危うかった。思えば、その当時も、F-15J イーグルは、1機あたり100億円以上もすると、一部から、その高額さを理由に攻撃されていたが、長らく物価水準が停滞している日本では、今の F-35 ライトニング2が、割安にすら見えてくる。また、戦闘機開発に、多額の費用を投入することの是非は、確かに、金額的に費用対効果に見合わないと判断されるならば、従来同様に、アメリカからの購入やライセンス生産が、最も効率が高いかもしれない。ただし、そこには、主力兵器を、アメリカという、一国に依存するというリスクが、常につきまとい、すでに、日本は、自国で、戦闘機を、開発可能な、技術やノウハウを創出しつつあり、それでいいのかという、根本的な命題がある。日本と同じく、第5世代戦闘機では、F-35 ライトニング2を採用しているイギリスも、そうした点から、第6世代戦闘機である、テンペスト計画を進めており、アメリカ依存の戦闘機調達からの脱却を志向している。ヨーロッパのフランスも、これまでは、自国産のダッソーラファール戦闘機の使用を継続し、第5世代戦闘機は調達していないが、第6世代戦闘機では、ドイツ等と FCAS 開発に取り組んでいるのも、そうした姿勢の表れだろう。本来は、日本も、一国での次世代戦闘機の調達予定数は、90機ほどと少数であるため、どうしても、初期開発費用が重くのしかかってくるが、近隣に共同開発できる関係に国があるヨーロッパは、その面では恵まれているように映る。とはいえ、国の人口や経済規模から見れば、ヨーロッパは、小国が大多数であり、旧ソ連の崩壊によって、一時的に、軍備の必要性が薄れていたが、ここに来て、再び、ロシアの脅威にさらされるなど、状況は複雑だ。日本の次世代戦闘機開発には、アメリカのロッキード・マーチン社の支援を仰ぐことと並行して、最近では、イギリスのロールス・ロイス社との協業も示唆されているが、これが、有益な開発につながることを切に願いたい。